今回はデザインカッツから2021年4月に入手したこのベンフィールドという、これはフォントなんですけれども、これについて説明をします。で、これがサンプル画像とかなんですけれども、ここにファイルタイプ図として TTF とか OTF。で、これがサンプル画像で、このような文字を作成することができます。まあ、どちらかというと流線形の文字ですね。こういう感じですね。まあ、ここにはラテン文字もありますね。一応ね。で、いつものようにチャートで説明すると、フォントは一種類だけなので、で、アフィニティデザイナーで、まあ、いつのようにフォームを作るんですけれども、大文字の A から Z、小文字の A から Z、数字の0から9、シフトキーを押した時の特殊文字、で、まず作って、で、あとタイプグラフィーで変化のあるところを、まあ、採用していくというやり方なんですけれども、今回はそれがなかったので、もうこれ一種類だけですね。で、レイヤーでコンバートトゥカーブズ、必ずカーブズ処理をして、エクスポートとして SVG ファイルを出力をします。で、それをブレンダーでインポートして処理をすると、まあ問題なく、3D にすることができました。で、実際のブレンダーの状態ですけど、こんな感じですね。こうやって厚みをつけて、こんな感じで、今紹介したフォントを使うとこのように、ブレンダーでも、まあ、簡単に問題なく 3D にすることができました。ということで簡単ですけれども、説明は以上になります。